はい、どうも皆さん、こんにちは。ハッチパッチです。今回ですね、40代、50代で、夏にきっちりめで、かつコスパの高いコーデを紹介したいと思います。はい。こちらの、私が着てるね、こういう紺のセットアップと T シャツなんですけども、はい。こちらのセットアップがですね、紳士服の青木さんから発売されてるね、エアクールドットエアジャケットと同パンツ、そしてインナーが同じく青木さんから発売されている下手や T シャツ、スロープネックと言われているものですね。はい。こうしたね、ネイビーのセットアップにこうインナー白 T というのはもう定番中の定番ですけども、まあ、例えばこう暑い日ね、まあ、授業参観とかお子さんの発表会とか、まあ、ちょっとフォーマルだけど、まあ、あまりかっちりしなくても大丈夫な時ってお父さんたちってこういうねスタイルよくしますよね。ただこれって微妙に難しいなと思ってるんですよ。ネイビーのトーンや質感、それからインナーの T シャツの丈感、それからサイズ感、あともちろんその価格やあと買いやすさなどいろいろ問題があるんですよね。まあ、お気に入りがね、ある人はそれでいいんですけども、まあ、このタイプは各社、各ブランドからもめちゃくちゃ数がね、出てるんで、選ぶのが大変だと思います。はい。もうネイビーのセットアップと、もう白 T の組み合わせなんてもうほぼ無限ですからね、ほんとね。で、私が着目したのは、まずこの白 T。で、これはジャケットのインナー用として、インナー用に着用するために開発されたものらしいですね。はい。これね、後ろのね、首の後ろがね、高く設計されているので、ジャケットの襟が汚れないようになってます。はい。夏場は汗かきますから、こういうところは非常に重要ですね。で、これ、しかもこれ、接触冷感ですね。はい。で、また、綿 80%、ナイロン 20% なので、まあ、シワになりにくい素材になっております。はい。あと、丈感。これがですね、普通の、今ベルトしてないんですけど、このぐらい、普通ね、もうちょっとこのぐらい長いんですよね。これかなり普通の T シャツより数センチ短めにできているので、ちょっともうちょっと離れてみましょうか。はい。こう、ジャケットと全然干渉してない感じしますよね。で、ちなみに私が、身長180センチで、体重が、まあ、78キロぐらい、で、胸囲が1メーターなんですけど、その今の私のサイズで、これ L、この T シャツは L サイズを着用してます。はい。こういうね、コーデだと、T シャツの丈が長いってくなると、結構ね、台無しまではいかないですけど、ちょっとね、うんってなっちゃうんですよね。うん。で、T シャツはこれで OK。で、次にこのジャケットとパンツなんですけども、これはね、リップストップ生地。わかりますか？格子に編まれてるの、編み込まれてると縫い目があるのがわかると思うんですけども、で、ストレッチが効いてて、非常に薄くてですね、しなやかです。で、パッと見、もう某おしゃれの某ブランドそっくり。例えば、名前出しちゃうと、ボスとか、エポカウモとか、そういう系統の生地感ですよね。ただ、まあ、さっき、今言ったボスとかエポカウモって、細すぎるんですよね。まあ、20代、30代の方にはいいんですけど、40代、50代のおじさんたちにはもうちょっとゆとりが欲しいところなんですよ。そこで、この青木さんなんですよね。サイズ展開がスーツと一緒なので、非常に選びやすいです。そして、お直し前提なので、ジャケットもパンツも丈、着丈、まあ、袖丈、好みに合わせられるんですよね。で、ちなみに、今回はちょっとね、裾。はい。こう、ちょっとわかりやすく、今、グレーのソックスやったので、こう、ダブルにしてみました。はい。3.5 センチ幅ですね。はい。してみましたね。はい。シングルでももちろん、いいので、お好みに合ったね、はい、丈に、裾にね、して、もらえると思います。はい。ストレッチも効いてたって、家で洗濯できるんですよ。で、こうエアクールってあるかな、これ。エアクールっていうね、素材なんですけど、通常の2倍の通気性と、あと接触冷感を持った素材なんですよ。これがね、エアクール、あとドットエア、ね、こう、2倍の通気性を持ってエアクール、ね、高通気アイテムですってことで、ね、書いてありますけど、これジャケットもパンツも同じですね。さっきも言いました、ストレッチ、家で洗濯ができる、通常の2倍の通気性と接触冷感を持つって素材で、もう至れる薬なんですよね。もうほんとね、これほんとおすすめです。またポケットもこれ、フラップポケットなので、なんでしょう、インナーを、普通のね、ワイシャツにすれば、もうスーツとして、夏のね、スーツとしても着用可能です。
あとネイビーの色味がね、少しね明るめなのもね私の好みなんですよね。あの例えばユニクロさんの感動ジャケットとパンツのネイビーもいいんですけど、個人的にねちょっと濃すぎるんですよね。で暑い時に着たいんで、ちょっとネイビーも少し明るい方が私的にはこう季節感があっていいかなと思いますね。あとサイズ調整だとかあるじゃないですか。あの辺がねやっぱりね店員さん呼ぶのが大変ですよ、ユニクロの場合ね。その点ね、青木さんはこう店舗も多くお直し前提ですから、店員さんもねすぐ対応してくれて、その辺もね買いやすさ、この点でやっぱりねいいですね。でちなみに、この上が、ジャケットが AB の7で、パンツが下がウエストが88のパンツでございます。はい。まあ、セットアップも T シャツもレギュラーフィットなので、まあ、いつの時代にも流行に左右されることなく着用することができます。ちなみにこのジャケパンは他のカラーにブラックもあるんですね。ぜひね、あとねグレーグレーもねラインナップに入れていただけるとね、嬉しいですね。ネイビー、それからブラック、グレーね、この3つがあるとね非常にありがたいと思います。青木さんぜひよろしくお願いいたします。はい。で価格はですね、ジャケットが1万円ちょっとで、パンツが5000円弱、T シャツが3000円ちょっとと、まあ、例えばね、ユニクロなんかからするとちょっと高めなんですが、その分ね、質がね、ほんとね、このリップストップ生地はね、いいですよ、ほんと。もうこれほんとね、さっきも言いましたけど、これボスかね、エポカウマかとか、だったらね、この4倍、5倍ぐらいするんじゃないですかね、うん。まあ、ユニクロでもね、いいんですけど、個人的にはユニクロの感動ジャケットとパンツのネイビーは、ちょっとさっきも言ったんですけど、色がちょっとね、濃すぎて、うーんっていうのと、やっぱりお直しを、ジャケットのお直しがないんですよね、あそこね。そうそうそう。それがちょっとめんどくさいんですよね。まあ、まとめますと、まあ、こう時代に流されないこうサイズ感、それからコスパの高さ、それから買いやすさ、選びやすさですね。高い機能性。まあ、以上から、まあ、夏のきっちりしたコスパの良いコーデっていうのは、この、青木のね、このコーデが一押しでございます。はい。今回は以上となります。概要欄の方にリンク貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。ここまで動画を見ていただいて本当にありがとうございます。モチベーションアップのためにチャンネル登録と、いいねボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。